どうもカツです。今回はヤンニョムサーモンを作っていくでござる。甘辛ダレとサーモンはご飯のお供にぴったりで候、病みつきになること間違いなしでござる。ってことでヤンニョムサーモンを作っていくでござる。ってことで今回使用する食材はこちら。まずは油が乗ったサーモン、ネギ、めんつゆ、ごま油、味の素、ニンニク、コチュジャン、ヤンニンジャンで候。ヤンニンジャンがない方は概要欄にリンクを載っけてるのでアーマさんから購入してみてください。ってことで早速作っていくでござる。ってことでサーモンに感謝していただくでござる。ピリ辛のサーモンがめっちゃくちゃうまいですおろ。これご飯一杯じゃ足りないでござるね。本当に美味しいので作ってほしいでござる。ってことで作りたいと思った方は高評価よろしくでござる。最後までご視聴ありがとうでござる。ここに表示されてる動画もおすすめでござるよ。